はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト行ってみたいと思います。ランチャーストライクガンダム使ったんですけど、まあ成績がまあちょっとこうパッとしなかったんで、もう一回いろいろ何回かねプレイして、まあ多少ねうまく使えるようにはなったと思うんで、やりたいと思います。で、画面上はねバスターガンダムになってますけど、ちゃんとランチャーストライクで出撃しますんで間違ってませんのでね。やっぱねバスターがね思ったより使いやすいんで、ついついその収録以外の時はバスターを使って最近遊んでます。もう楽しくて仕方がない本当にどれを使ってもね、本当なんていうかな、武装のどの武器を使っても楽しめるというかね、楽しいんですよこの機体がね、あとはね、いよいよ、ゼータガンダムのイベントが来るという話も、もうこの動画上げてる頃にはもう来てるのかな、多分来てると思います。その頃にはね、ゆきあみ多分黙々とゼータガンダムのパーツを集めてると思うんで、まあぜひね、イベント始まって近日中にはゼータガンダムの方をなんとか開発できるように持っていきたいと思います。はい、それではね行きたいと思います。機体の方はランチャーストライクガンダム装甲強化型、さあこちらでいきます。はい、よろしくお願いします。さあ今日もねこの時間がやってまいりました。あれ、あーっと通信エラー、あーこういうことが起こる。はい、この辺ショートカットしますね。ショートカットしようと思ったんですけど、やっぱりちょっと、今のうちになんかイベントの話一つしておこうかな。機動戦士、ガンダムジ・オリジン、2の方にあたる悲しみのアルテイシアという、イベント の, 上映みたいなものが行われるそうです。確か日が、10月30日金曜日、東京新宿、ピカデリーというところで前夜祭が 開催されるそうですね。その辺のイベントの情報とか、そのホームページの方、アドレスの方をちょっとね動画の説明のところにも貼り付けておきますんで、気になる方、ぜひ行ってみてくださいね。最初の初代ガンダムのファンの方にとってはやっぱりこうたまらない一作になるんじゃないかなと思います。はい、もうそう言ってるうちにねマッチング終わってますね。はい、よろしくお願いします。さあ頑張っていきましょう。特にね変更してないよね、大丈夫かな。うん、問題ないね。はい、じゃあ行きます。さあ味方もねなかなかいい感じの、お、ザク使いがいるねあれはね前ゆきあみが乗り回してたような感じなのかな、そういう感じで来てるのかもしれないね。いやー楽しみ。敵は、あ、敵にもランチャーストライクがいた今。こりゃランチャー勝負になるのかな、ひょっとしたら。敵部隊接近、みんな気をつけて。さあ行きましょう。どっから攻めようかな。ご無事で。やっぱりあんまり動きの良くない機体の時は A から行こうか。よし、私は帰ってきた言ってるな。誰がガトーかまあガトーも好きなんですよね、アナベルガトー。なんかマジネ臭いというかね、こう無骨な感じとかね、無人という感じがする、あの人はやっぱりですね、最初見た時こんないいパイロットもっと本編にいても良かったのになと思って。当たらないか。あー待て待て待て、ちょっと行き過ぎた。あ、こっちにもいる。あ、なんか来てる。これは不良、まずいか。あ、いったー、くそー、あ、いったいったいった。何に襲われた俺は。ソードストライク、相性悪すぎだろ。逃げよう、相性悪すぎ。よし捕まえた。あれなんでロックオンが外れた。うっそ、よし撃破、やばい、ゲルグーが怖い、ゲルグーが怖い。あー、うっそー。まあいい、ソードストライクを撃破だけしただけでもね、まずはよしとしましょう。いやまさかであんな接近されると思わなかった。そう、あんなに味方いたのに真っ先にこっちに向かって突っ込んできたってことか、あのソードストライク。そう、許せねえよし、ここだ。
よし、まあいきなりね一気撃墜されるっていうね大失態から始まった今日のガンダムバトルオペレーションだよね。本当にたまらないねこういうのは。ミサイルでも食らってろ。当たった、当たってないか。よし、撃破。あいつも落とす。あれ今当たらなかった、当たったと思ったのに効いてないの。あ、あれは壁を利用してるね。あいつもなかなかいい動きするね。最近やっぱプレイヤーのねレベルがみんな上がってきたのか、いい動きする人増えたんですよね。あ、でもジンもこれ色ついてるってことは強化かなりしてあるやつかな。あ、これは無理か。あ、ランチャーがいよいよなんか狙ってるこちらを。やばいか。あれはこちらがちゃんと落としてやらないとダメだな。落とす、もういっちゃ。とりあえずねダウンを奪っておく。ちょっとこの誰か、このソードストライクを誰か止めてめちゃめちゃ狙われてる俺が。誰か助けて。マジでヤバいんだわそいつは。そいつは俺とっちゃ最大の天敵みたいなもんだから。よし、動きを止めてやる。思ったより早いねやっぱ。もういっちゃ。よし、当たった。よしよし、いいぞ。連携ですよこれが、みんなとの連携。これで待ってろ、あと一発。無理をしない。よし、オッケーね、あんな風にね動きが速いやつとかね、なかなかビーム当てらんないわっていう人はねバルカンを使うのありです。あそこまでヒットポイント減ってればもう気にせずにね打ち当てることはできる。あー危ない危ない、ゲイツが狙ってこっちを。なあ甘いよさすがに。くらえよしよしよし。あ、ちょっとやめて。よしよし、それでもねヒットポイントの高さがね、やっぱりこういう時に生きるわけですよ。多少食らっても死なない、不滅ですよ雪闇は。よし、ランジャーストライク。なんか、あ、またソードが来てる。こいつ何回俺を襲いに来るんだ。また俺を狙いに来たのかな。回復したいけど、ちょっとあいつが突っ込んでくるんじゃないかと思うと。犬を追っかけるソードストライク。くらえ。よし、オッケー。相手、何、やべ、やばい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 。危ない。水を使って、とりあえず外しとこう。あいつだ、あいつだ。あれを落とさないことには。あー、避けられた。あ、しまった。あぶねえ、味方ナイス。うわ怖え。あのストライクは俺が止めてみせる。ここだ、今もう一発。よし、オッケー、これでダウン奪ったろ。この間にちょっと回復だ。あいつは足止めしとかんことにはな、また来るからね。味方が安心して戦えない。よし、あいつも回復に行ったな。よし、これでランチャーを下がらせたから、今の間にB 拠点に押し寄せてるあれを全部全滅させとくか。しばらくランチャー出てこないだろう。まだ来ないはず。10秒ぐらいはあと回復に専念するだろう。何枚いる。あー、いるなー。フライ、ちょっと位置が悪いな。あ、まだもうちょっと溜めた方がいいわ。ちょっとねこの辺連合することにしよう。さあ、どこだ、どこから来る。あ、お互い狙ってるね。ここ、よし、当たった。ぶっちゃー。よし、あの後はねあの味方に前線を張ってもらえばもうこれで安心だ。回復回復回復と見せかけてのくらえ。あれ惜しかったな。よし、狙うよ俺は。ここはね倒しに行く。ここ、あ、味方はいいね、やっぱり動きが。うん、ちゃんと回避運動しようがね、あんな風に横からの。何か来てる、何か来てる。いつの間に。中継地点を奪われました。ここだ、もう一丁。やばいやばい、さすがにね、行ける。あいつだ、またソード。やめて、嘘でしょ。助けて、まさかこんなコンボがあるとは。え、初めて知った。倒したやつをもう一回引き立ててこうやるみたいな感じの本気か。あれはすごい厄介だな。よし、倒せるか。でももうダンスかなりねいいとこまで行ってる。これは勝てる。くらえ。まだいるね。あ、
当たらないか。さすがにちょっと距離がありすぎだな。当たった。あ、しまった。いらんとこでタイミングとしちゃったな。残り 50% あ、な、ロックも外してるか、あれは。逃げよう、一旦逃げよう。危ない、そんなことはさせない。損傷人体、もう待ちません。そしてロックを外す。よし、よし、ここはね、1対1だ。勝負。ヒットポイントは減ってるけど、あー、しまった。そこネタ、待て待て待て。ミッション終わったと同時に終わった。壊れてるよ。いねえよ、ゆきやみが。壊れてる壊れてる、何にもいない、勝ってない。これはもういないじゃないですか。これ何のギャグだよ。せめてこうね、復活した姿ぐらい見せてよ。これウィンじゃないわ。試合に勝ってけど雪闇はいないっていうね、こういう状態が待ってると思わなかったわ。とりあえずね、まあ味方とうまく連携して戦えたんじゃないですかね。無理にあの戦闘が特化してるような感じもなく、うまく支援、制圧ね、戦闘というバランスよく取って総合3位、悪くなかったかなと思います。そしてね、やっぱり個人的にはまあ敵チームの、あの強さにもよるんでしょうけど、まあバスターがやっぱり支援機の中では使いやすいかなって感じが個人的には今します。なので、もしランチャーと、バスター迷ってる方いたら、雪闇はねバスターガンダムを押します、間違いないです。さあ、そして、ね、肝心のパーツだ。パーツ来るか、ないね。でもね、ここにあるゴールドチップとか、これ売ったら結構高いんでね、溜まってるパーツとか、結構シルバーとかも何十とか溜まってるんで、開発ポイント足りなくなったら売っ払って、あ、どんどん開発していこうと思ってます。これはね、ゆけみにとってはね、こうなんか物による貯金みたいなもんなんでね、パーツ貯金みたいな。実際はね、この開発ポイントも2万5000ぐらいしかありませんけど、多分いろいろ物を、いらないものを売ればきっと10万ポイントぐらいは開発ポイント余裕があるはずなんで、うん、今度始まるゼータのイベント来た時には、まあ惜しみなくゼータガンダムを作るために使いたいと思います。それではね、皆さん今日はこのぐらいにしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。おやすみなさい。